なんだこれ。遅かったね。長い間君を待っていたよ。適性を持った者にのみ深夜の時に必ずやってくる一日と一日の狭間の時間、それが影時間ってやつさ。お前も見たろ、怪物を。俺たちはシャドウと呼んでいる。シャドウは影時間にだけ現れて、そこに生身でいる者を襲う。最近騒がれている無気力症の患者たちはおそらくシャドウの犠牲者だろう。ごく稀に影時間に適応できる人間がいてね、そういう人間はシャドウと戦える力を覚醒できる可能性がある。それがペルソナ結城誠です。よろしく。竹葉です。ここが月光館学園高等部、よろしくね。よ、転校生。俺は伊織純平。純平でいいぜ。私は霧城満。真田昭彦だ、よろしくな。私は幾月修司。君らの学園の理事長をしているものだ。力を貸してほしい。月だ。何やってるの。命かかってるんだよ。死にたいの。死ぬってそんなに怖いこと。両親は亡くなっているのか。しかも10年前この町で起きた例の事故。我は何時、何時は我、我は何時の心の海よりいでしもの、オルヘウスなり。いかん、あんな戦いでは精神が持たない。なんだよあれ。これがペルソナ使いの戦い方。俺だってあのくらい、俺だって何とか突破してくれ。このままでは5分も持たず衝突する。このままだと前の列車に衝突するらしい。何、みんな死ぬ。それじゃまるで命かけてるみてえじゃねえか。バカ、今頃気づいたの。ほっとけよ。ほっとけないよ。カッつくな。何なんだよ。大切な友達だもん。だからどうでもいいはずないの。ジャックフロスト。どう、違うペルソナ。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それを使い分けることができるのです。背中は預けた。ここでやらなきゃ男じゃねえ。これがタルタロス。影時間の中だけに現れる迷宮だ。病院奥になった女どもがその辺にたむろって毎日話してる。山岸って同級生をいじってるってな。閉じ込められた体育館からタルタロスに迷い込んでしまったんだ。山岸風花を救出する。ひどいこと言ったから謝りたいって、そう言ってた。山岸、許してもらえないのが怖かったんだって。大切な友達だから怖かったって。寮の襲撃の日、モノレールで戦った日、そして今日、全て満月なんだ。そう、今夜試練がやってくる。森山さん、ダメ。私、あんたに謝らなきゃって。ペルソナ、今夜君たちに訪れる試練は一つじゃないみたいだ。乗り越えるのは困難ということさ。このままだとみんな死ぬよ。死ぬ、受け入れるのかい。オルフェル